はいどうも皆さんこんにちは、ゆきです。今日もね、いつも通りビットコインとね、リプルのチャート分析をしていこうかなと思うんですけれども、まあ分析するほど動いてはないので、まあさらっとね、チャート見ていった最後にね、今日ちょっとね、視聴者さんで、まあ結構こう、損切りを失敗したみたいでね、すごい凹まれてた方がいらっしゃったので、リスクリワードについてね、ちょっとご説明しようかなと思います。チャートも使ってね、わかりやすくご説明できたらなと思うんですけれども、ぜひね、初心者の方は、聞いたことない方は特にね、ご覧いただければ、これからのトレードにね、役立てれるかなと思いますので、お見逃しなくということでございます。はい。ではね、まあ、1000名達成して一夜明けましてですね、皆さんからたくさんのコメントとメッセージいただきまして、ありがとうございます。でね、これからもね、まあ、頑張ってね、次は1万名を目指してね、やっていこうかなと思うんですけれども、まあ、いろいろリクエストいただきました。こんなんして、あんなんしてっていうのをね、まあ、一番まあ、使えそうというか、できそうなことで言うと、ライブ配信。結構ね、やってほしいっていう声がいただいたので、ちょっとまあ、前向きに検討しようかなと。ただちょっと、ライブ配信っていうのが僕やったことがないので、ちょっと勉強してから、そうやったらやろうかなっていう感じでございますので、ちょっとね、タイムラグが空きますが、お待ちいただければなと思います。で、絶対無理なのは発表しましょうか。家の中で花火をやってほしい。ダメよ。子供でもわかる。家の中で花火やったらいかん。ね。あとは、この動画を撮りながら、いつの間にか気づいたら、T シャツが変わってるっていうのをやってほしい。意味がわからん。そもそも無理やから。そもそも無理やからね。皆さんに僕のこの汚いおっさんの裸体を見せることになってしまう。ね。それはちょっとね、やっぱり YouTube の放送コードに引っかかるから。今ちょっとチャンネルバンされると困るんでね。そこはちょっと押さえておきたいかなと思います。はい。ではね、今日もね、一応ね、リップルからチャート分析というか、チャート見ていこうかなと思うんですけど、ようやくね、あ、そうだ、先にあれ、24時間変動比の一覧見とこうかなと思うんですけど、ようやくね、プラスになってきてるのが多くなってきました。で、ついさっきまでね、4-5% のプラスだったステラがね、一気にプラス 15% で、だいぶリバってきてますね。で、だいぶこう、プラスが目につくようになってきたかなという感じです。ようやくまあ下落も終わってきたのかなと、一旦落ち着いたのかなっていうところではあるんですけれども、まあ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 、そのね、あれがあったじゃないですか。アルトバブルって言われた瞬間、暴落みたいなのがあったので、まだちょっと怖い部分ではあるかなと思うんですけど、まあまあ、ようやくこう、単独上げも、見えてきてますし、まあ独自の動きをするものも出てきたかなというところなので、まあまあまあ、一つ一つね、ちょっと見ていければなと思うんですけど、まあ、リップルに関してもようやく25円から、復活しまして、今 26.5 円と、まあ26円の中間ぐらいまでは来てるかなという感じですね。で、一時間して見ていくと、まあ、一応ね、この25日線でサポートされているような形になってます。一旦上抜けてね。で、そこからはサポートされて、上目指していくのかなっていう部分ですね。で、25日線も若干ながら上向いてるので、まあ、ここからまたもう少しね、角度も上がってくると思いますので、まあ、それでサポートされていくのであれば、まあ、27円、28円と目指していけるかなという感じですね。ただ、ま、上からね、75日線が降ってきてますので、まあ、そこに対して、抵抗されなければ、上抜けれればもっと強くね、なおかつゴールデンクロスもそこで生まれるでしょうし、上を目指せる環境にはなってきたかなという感じですね。ただちょっと4時間足と日足はね、まだちょっと下落傾向強めの、チャート形状にはなってるので、ちょっとそこが怖いかなっていう部分ではあります。例えば4時間足のこの25日線、思いっきり下向いてるので、ここが、レジスタンスラインになってしまうのであれば、もう少しこうガクッと下がってくる可能性も出てくるかなと。まあ今一応こうやってね、乖離してる部分はあるので、まあ必ず接近はしてくると思うんですよね。なんで一旦は上がるとは思うんですけど、27.5 円ぐらいまで上がると思うんですけど、そこから次下がるかどうかの分岐点になるのかなっていう感じですので、まあこちらの4時間足の25日線はしっかりとね、チェックしておいた方がいいかなと思いますので、こちらね、ぜひご参考にしていただければなと思います。で、日足もね、だいぶね、悲惨なチャート形状にはなってるんですけど、まあ、一旦、陽線で半値戻しぐらいは来てるので、まあ、一旦こう上目線、リバル可能性は出てきたかなっていう感じですね。で、まあ、やっぱりここの乖離が生まれてる部分は埋まってくるような可能性が高いので、そこに関しても言っては、言うと、まあ、上が、ちょっとの間、上は、上目線っていう感じで見ておいてもいいかなという感じですね。はい。なので、まあ、まあ、一番見とかなあかんのは4時間足の25日線かな。うん。4時間足の25日線上抜けれるかどうかっていうのが最重要ポイントに、直近の最重要ポイントになってくるかなと思いますので、そこはね、ぜひチェックしておいてください。リップルの大好きな方はね。
はい、で1時間足で見ると、まあ、25日制にサポートされるかっていうところも、まあ、一つ、頭の端っこにちょっと置いといてもらえるといいかなという感じでございます。はい、で次がねビットコインと、ビットコインとじゃねえわビットコインね行こうかなと思います。でビットコインがね、まあ、現状がね90万5000ってところですね。やっぱりね90万付近が抜けれないっていうところはあるんですよね。だ今すごい多分ね投資家心理的にせめぎ合ってるんですよ。90万どうすると上がる、90万どうする、売る、買うみたいな。まあ90万ってね、まあ、買い場っちゃ買い場やって言われてたはずなんですよ。今までね80万円台入ったら買おうぜみたいなことを多分言ってはった方もいらっしゃると思うんですけど、まあ買い場っちゃ買い場のはずなんやけど出来高上がらん、値段動かんみたいなところになってるので、え、売るみたいな、もうロスカットしてまうみたいな感じもありえると思うんですよね。なので、まあ、この90万円っていうこのラインを割ると結構厳しくなってくるかなっていうふうに僕は見てますと。で、どこまで下がる、90万もし割った場合ね、どこまで下がるかっていうと、まずは8000ドルのライン、85万6000、今の、1ドルで言うと、1ドル計算で言うとね、86万5000、付近、86万付近が、まあ、一つのまず、節目になってくるかなという感じですね。ショート目線で言うとね。で、その、もう一個下の、この82万のラインは、前回、ちょっと前になりますけども、まあ、結構効いてたライン。なので、サポートラインとして効いてたラインなので、まあ、ここに関しても、ちょっと意識されるかなというところですね。うん。なので、もしショートで入る場合は、この2段階で、待ち構えていただければいいかなと。なので、90万割りますと。で、まあ、これね、結構ね、皆さん失敗する方多いんですけど、割ったからってすぐ入ってしまうと、騙しの可能性があるので、必ず一泊置いてくださいね。一回僕カスタネットで表現したと思うんですけど、ずーっとカスタネット叩き続けたらあかんから、必ず、パーが必要やからね。わかる？うん。だからちゃんとこう、しっかりこう、一泊置いてください。はい。一泊置いて、で、しっかり割ったことを確認してから入るっていうのは、意識しておいてもらうと、確かにね、利益幅は少し減るかもしらん。けど、リスクを最小限に抑えるためにも、騙しに引っかからないためにも、一泊置いてもらう方が、まあ、賢明かなと思いますので、そちらもね、ぜひご参考にしていただければなと思います。はい。で、もし、これ、ちょっと今ね、三角持ち合いっぽくなってきてるんですけど、まあ、一応この下のラインで跳ね返っては来てるんですよね。で、これもしブレイクアップした場合は、9000ドルのラインまでは安泰かなと思っておりますので、まあ、そこもポイントとしては押さえておいてもらったらいいかなという感じですね。なので、ただね、これね、ちょっとね、ここ、これね、チャートがね、抜けてるんですよ、実は。気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、トレーディングビュー見てる方はね、もしかすると、もう分かってるわと思ってはるかもしれないんですけど、これね、日時見てほしいんですけど、これ、ここのロウソク足1本目が、26日の3時なんですよ。夜中の3時ね。深夜3時。で、次の足がね、これ1時間足なはずやのに、7時になってるんですよね。ってことはですよ、ここね、ロウソク足が4本抜けてるんですよ。4本抜けてるとちょっと厳しい、正直。うん。これね、4本抜けてるってことはね、結構その、どういう動きしてたのかっていうのが、この中にすごい凝縮されてしまってるから、すごいちょっと難しいところではあるんですけど、まあ、そこをちょっと一旦目つぶったとしたら、まあ、一旦こう三角持ち合いっぽい動きにはなってきてるかなというところですね。なんで、ここがね、だいぶこう、ちょっとちっちゃくて見えへんかな。よいしょ。これ見えます？ここがね、隙間空いてるでしょ？こんなローソク足ってあんま基本ないんですよ。ありえないんですけど、まあ、僕もね、なんか気持ち悪いなと思って、時間見たら4時間飛んでるというところだったので、まあ、なので、まあ、ここの動きがどうなってたかっていうところはちょっと難しいんですけど、まあ、今現状こういう形で聞いたとしたら、まあ、三角持ち合いっぽくなってるかなと。プラス、この、ボリンジャーバンドの真ん中の線、移動平均線ね、移動平均線を上抜けて、で、多少こうサポートされたような雰囲気には出てるので、そうなってくると、三角持ち合い、ちょっと一旦上向きに動いてくる可能性はあるかなと。で、これでもしブレイクした場合、ブレイクアップした場合は、さっき言ってた9000ドルのライン。これでもしブレイク、下にブレイクした場合は、8000ドルとじゃない、まず90万割るかどうかね。で、90万割ったら8000ドルと、その下の82万円ぐらいのラインまでは、下がってくるかなという感じですね。なので、利確幅とかをそうやって設定してもらえるといいかなという感じでございます。はい。よいしょ。
ですね。で、ちょっとね、時間足変えていこうかなと思うんですけど、まず次は4時間足で見ていきましょうか。4時間足も一応、やっぱりこの90万のラインぴったりで止まったんですよね。だから下根はすごく硬いと思うんですよ。下が硬い。だからこれ抜けたら結構強く下がってくるかなとは思ってます。で、まあ一応さっき言ってた三角持ち合いっぽい、中には入ってきてるかなという感じですね。まあちょっとここはね、ロソク足飛んでるんで、そこはご、ご了承ください。ちょっと僕にはどうにもできないので。はい。で、まあ一応こうやって、今、ね、そう、陽線が出てきたかなと。陽線2本出てきて、まあこのラインの中に動いていってるという感じですね。なので、ここからブレイクする形になってくると思います、という感じです。で、日足に関してみると、よいしょ。まあこういう形で大きく下げて、で、まあ今90万付近にいてるよと。なので、ここ、今日がもう一本陰線で出てくると、ちょっと下落トレンドが強くなっちゃうのかなっていうイメージには見えるかなという感じですね。はい。まあチャートがそんなもんかな。そこまで今日自体がそんな動いてないので、うん。そこまで大きく説明する部分はないかなと思います。はい。でね、まあさっき言ってたリスクリワードの部分をね、ちょっとご説明していこうかなと思うんですけど、まあ今日ね、視聴者の方からメッセージいただきまして、LINE アットの方に、ゆうきさんは失敗したことってないですか?みたいな感じで、まあすごいちょっと、こう、凹まれてたんですかね。うん。で、まあ、正直ね、失敗してない方なんて絶対いないですよ。うん。やし、損を出したことのない、投資家さんは 100% いないと思います。100% は言い過ぎかな。約 100% いないと思いますよ。絶対損は出してるんですけど、何が、うまくてプロの投資家さんなのかっていうと、やっぱり損切りがうまいんですよね。だから要は損を最小限に抑えて、利益を最大限取る。これ僕ずっと言ってきたと思うんですけど、これが一番大事なんですよ。なので、損出したから悪いんじゃなくて、損幅が大きくしてしまったから悪いんですよね。なので、そこをしっかり調節していれば、特に問題はないので、そんなに落ち込まなくていいかなと思います。はい。で、リスクリワードっていうのは何なのかっていうことなんですけど、ロングの方が分かりやすいか。よいしょ。で、例えばですけど、まあ、こういう感じでリスクリワードって、トレーディングビュー使ってる方だったら簡単に出せるんですけど、こういう感じで、要はこれストップする幅。で、これがターゲット。要は利確する幅なんですよ。下がマイナス、上がプラスの分。で、今この陽線の部分で、リスクリワード出してるんですけど、よいしょ。まあ、例えばこの陽線の頭の部分からエントリーしましたと、ロング入りましたと。で、その時に今リスクリワード比1になってるんですけど、これはダメなんですよ。ダメというか、あまり良くない例。なんでかというと、リスク1に対して、利益も1やから。これ1対1はあまり良くないと言われてます。なんでかっていうと、これはね、勝ちが上回らないと一生利益出ないですよね。わかります?一生いっぱいやったら、トントンやけど、これ例えば1勝2敗になってしまうと、損が2になってるから、マイナス1になっちゃいますよね。なので、これはあんまり良くない例。リスクリワード比1っていうのはあまり良くない。で、今一応ね、これ、一般論よ。その人に合ったリスクリワード比っていうのがあるから、それはもう皆さんの感覚で掴んでいってほしいんですけど、一応リスクリワード比3が、ベターやって言われてます。3。出川風にやったら3。ね。うん。これ出川さん風に言ったら3。うん。3ね。3が一応ベターやと言われてると。で、これ切り替え方で言うと、この、まあ、ちょっとこれトレーディングビュー限定になっちゃうと思うんですけど、まあ、下の線をこう切り上げると。そうするとリスクリワードっていうのがどんどん数値が上がっていくんですよね。で、リスクリワード比でいくと3が、よいしょ、ここ。こんな感じでリスクリワードするといいですよと言われてます。だから利益が幅が3に対してリスクが1。これがベストな状態と言われております。はい。こういう風に、シナリオを立てておいてほしいんですよね。だから、損切り幅、損切りを失敗する方っていうのは、大体損切り幅決めてないです。上ばっかり見て。例えば、ショートでも一緒よ。利益ばっかり見て、利益こんだけ上がったらいいな、ワク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 みたいな。で、逆に動くことなんか多々ありますよ。そら、僕でもありますから、なんぼでもありますよ。ただ、それをどんだけ最小限に抑えるかっていうと、こういうこと、
こういうシナリオっていうのをしっかり決めてるかどうかにすごく関わってきます。絶対にこれを決めてないと人間って優柔不断な生き物やから、え、まだもうちょっと我慢したらいけんちゃうとか、もうちょっと見てたらまた上がってくるんちゃうみたいな、その心が揺れちゃうんですよね。そうするとやっぱりメンタル的に良くないので、なのでこういった形でリスクリワード比が3がベストだと言われてます。ただこれリスクリワード比を3にしてしまうとね、やっぱり損切りが早くて、で利確するのが遅くなっちゃうんですよ。そうするとね、その精神的にやっぱなかなかしんどいと、初心者の方やと特に。なので、まあ、初心者の方や例えばリスクリワード比2とかでもいいかもしれないです例えばですけど、簡単に言うと損切り幅が1万円分、1万円幅で損切りで2万円幅で利確みたいなのが、これリスクリワード比2ってことね。このリスクリワードっていうのをしっかり決めとくことによって、損を最小限に、利益を最大限にいけます。で、プラス、さっき言ってた、例えばですけど、リスクリワード比2の場合、1勝2敗でもトントンなんですよ。負け越してるはずやのに、利益はちゃんと取れ、プラマイゼロで抑えれてるんですよね。要は2回、リスク取ったけど、リスクで失敗したけど、結果、1回取れてるから、結局プラスマイナスゼロ。だから次もう1回チャレンジできますよね。っていうのがすごく大事なんですよ。だから失敗を恐れるんじゃなくて、失敗したことを次に生かすっていうことがすごい大事なので、投資に関して言うと。なのでこのリスクリワードっていうのは必ず皆さん行ってください。特に初心者の方はね。なので、まあ、ベストで言うと、例えば3やとするじゃないですか。よいしょ。これリスクリワード3にするとね、これ 25% でいいんですよ、勝率。素晴らしいでしょ。なのでこれがまあベストな状態と言われるゆえんですよね。勝率 25% の利益出せるんですよ、これで取っていければ。まあ、ただやっぱりね、僕よくね、値幅が小さい、要はボラが低い時にね、トレードの優位性ないよって言うと思うんですけど、まあ、結局は利幅3も取れなくなっちゃうんですよ、値幅が低いと。例えばここでね、ちょっと場所ずらそうか。ここでもし、ロング入れました。でここまで取った場合は、よいしょ、これぐらいの幅になっちゃうかな。まあ2万5000幅ぐらい取れてるんですけど、それでもね、やとしたら損幅で言うと、リスクリワードを3にしようと思ったら、要はストップ幅が8000ぐらいしかないんですよね。やっとやっぱりちょっと難しいですよね、リスクリワードを3にするのは。まあ2やともうちょっと簡単にはできるかなと思うんですけど、やっぱりこう幅が低くなればなるほど、リスクの取り方が難しくなってくるんですよ。なので、優位性がないと。だからトレードしない、ノーポジ推奨ですよって言うんですよね。それでもどうしても無理やりトレードしたい方は、結局損の方が大きくなってしまって、例えばリワード的に1対1になってしまって、リワード比1になってしまって、結果3勝5敗で結果2マイナスになってしまってるとか、そういう風になると結局旨味って全然ないですよね。せっかく3勝してんのに5敗して結果損害が出てしまうんやったら、マイナスにしかならない、自分の資金が減ってしまうということなので、ノーポジ推奨という公式が出来上がりますという感じですね。なのでやっぱボラが広い方が、ボラが激しい方が、優位性が高いと、ということになってきますね。はい。なのでまあこのリスクリワードっていうのはしっかり決めておいた方がいいので、まあ簡単に言うとよ、そのリスクリワードこんな表出さなくてもいいんですよ。1万円幅で損切り、例えば80万円で入った場合は79万円で損切りで83万円で利確する、これを決めて入りましょうということなので、まあ、それをね簡単に考えてもらえれば、まずは入りとしてはやりやすいかなと思います。はい。なのでこのリスクリワードっていうのをしっかり決めて、トレードすることによって、まずは損害を、最小限に、リスクを最小限に、で利益を最大限にっていうのをまずね実践していただければ、徐々にね自分の資金っていうのを積み上げていけるかなと思いますので、なおかつ経験もどんどん詰めていけると、もういいことづくめになりますので、ぜひこのねリスクリワードっていうのは皆さんの中でねシナリオって言ったりもしますけども、まあこういうか形を決めて、トレードポジション取るのに、ご活用いただければなと思います。はい。
まあこれテニスでもねよく言うんですけど、うまいと強いは違うんですよね。なのでいくらうまい人でも、精神的にやっぱ強くないと試合に勝てなかったりするんですけど、まあこういう感じでこの精神的にこうやってもう最初に決めてしまうことで精神的にもやっぱり安心します、安定しますし、トレードもしやすくなってくると思いますので、勝率もどんどん上がってくるかなという感じですね。はい。なので、うん、負けることが悪いわけじゃないんですよ。その損をリスクを最小限に抑えれなかったことが悪いんですよ。なのでそこをしっかり抑えてもらって次のトレードに生かしていただければ確実にね、1勝2敗でも、3勝6敗でも要は利益は積み上げていけるようになってきます。例えばそれが逆に言うと6勝2敗とかになってきた場合は大きく利益をどん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 積み上げていける結果になりますので、まずは一旦今もし1勝で言ったら2敗3敗ってしてしまう人がいるのであれば、このリスクレアリワードっていうので、しっかりね損幅を、最小限にして、トレードポジションを取っていっていただければ、いいかなと思いますので、ぜひ、今後のねトレード人生にお使いいただければなと思います。はい。まあ今日はそんなところでございますね。まあ今日はね、まあ結構重要なことを言ったかなと思いますので、こちらね、初心者の方は特に、気をつけて、トレードしていっていただければ幸いでございます。皆さんがハッピーになるように、僕もハッピーいただいてますので、皆さんにハッピーをお返しできるようにしていきますので、ぜひね、今後も動画見ていただければなと思います。よろしくお願いします。では今日の動画がね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。今日の動画がいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをぜひよろしくお願いします。次目指すは1万ハッピーだよ。1万ハッピー。今は1060ハッピーぐらい。なので1万ハッピー目指していきたいので、皆さんの、1ハッピーがすごく重要です。皆さんが1ハッピーずつを積み重ねていって1万ハッピーになりますので、ぜひチャンネル登録ボタンを押して1ハッピーを僕に届けてください。その代わり僕も皆さんに1ハッピーをお届けしたいなと思いますので、ビバ、ビクトリー、ウィン。で、皆さんとウィンウィンの関係をね、作れると最強かなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報をどんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットでは、バイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか、下の概要欄 URL から、ぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。